センラワンマン2022グッズ紹介をやっていきます。まずはロング T シャツ、表面のセンターにラメ入りゴールドでベリテとプリントされており、そのロゴにラバー素材のブラックで一線が引いてある、とってもおしゃれかつ高級感のあるデザインになっています。背面には青いバラが絡まったセンラの文字、そして袖には青いバラがワンポイントプリントされています。サイズはワンサイズになりますが、オーバーサイズで作られているので身長やスタイルを選ばずに着用いただけると思います。続いてはマフラータオル。学校、職場、レジャー、どこに持っていても使えるシンプルかつおしゃれなデザインです。サイズ感も使い勝手がいかようにもできるので、こんなん何ぼあってもいいですね。ロング T シャツとの親和性抜群です。続いてはアクリルスタンド。超絶ビジュのいい線らを等身大でスタンドにしてあります。デザインはビッグさんが手掛けてくださったアルバムジャケットの線らです。シートも含め両面印刷にしているので、スタンドは部屋の雰囲気など飾る場所によって変えられます。キーホルダーにする場合、何かの表紙で裏返しになってもそれはそれで素敵ですね。続いてはアクリルキーホルダー。先ほどのスタンドより直径半分ほどのコンパクトサイズのキーホルダーです。パジャマ姿のセンラとおねむなペポの最強タッグでさりげなく推しアピールもできますね。ゴールドのリングも可愛さ倍増です。チャームの取り外しができるため使い方は山盛り天国。素敵なデザインは山吹色さんです。続いてはトートバッグ。リスナーさんからの好感触度ナンバーワンのグッズです。場所や服装を選ばない素敵なデザイン、小柄なランチトートのサイズ感にもかかわらず、マチがついているため見た目によらず大容量、サイドに金具がついているためキーホルダーをつけるもよし、ご自身でご用意いただいてベルトをつけてショルダー仕様にするのもよし、見た目の可愛さと実用性両方備えた素晴らしいグッズです。続いてはスマホストラップ。可愛いペポチャームがついて使い勝手抜群です。ストラップの長さは自在に調整可能です。しっかりした太さを持ったストラップなので、首や肩にかけた際の負担はかなり軽減されると思います。スマホを見失いがちな人は必見です。続いてはクリアマルチケース。アクセサリーや小さいグッズを入れて可愛く推しアピールに最適です。小物入れにも使えます。中のサイズ感はカードサイズより一回り大きいくらいです。試しに今年のハロウィンのアクスタを何とか入れてみましたが、みちみちなのであまりおすすめはしません。でも可愛いのでこれはこれでいいかもしれませんね。あなたはどうデザインしますか？続いてはリボンキーホルダー。小柄で上品なデザインになっております。チャームにはフルールドリスをモチーフとした鍵と S が印字された黄色のハートでとても可愛くなっています。リボンにも線らの文字が印字されております。トートバッグとの相性抜群、何にでもつけられるのでさりげなく推し活ができるグッズです。続いてはペポのお顔バッジ。来ました、ワンマンではお久しぶりのペポ単体グッズです。瞳にハートが入ったペポがウインクをしています。ほっぺはほのかにピンクが施されていて可愛さ50割増し。裏面にはアンピンがついていますので、つける場所もつけ方も自由自在です。使い勝手抜群、何個あっても足りませんね。最後はおなじみの缶バッチくじです。全7種類でうち1つはシークレットになっております。今年はどんなものになっているのでしょうか。缶バッジ用に新たに書き下ろしていただいたイラストには、なんと昨年のワンマンライブアラモードの衣装を着た線らもいます。なんてエモなんでしょうか。そして大当たりは終演後に楽屋招待にご招待、楽屋招待にご招待、低っきゃないね。その他詳細はサイトを確認してくださいね。イラストはビッグさん、山吹色さん、西条さんに手掛けていただいております。以上、グッズラインナップでした。ありがとうございました。